バンカーに通信。こちら 2B、 応答せよ。オペレーターより 2B。 2B さん、大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8時間も。各地の通信施設が EMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので注意してください。ナイエスはどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。 9S の捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存ヨルハ部隊の捜索を優先する命令が出ています。 9S さんをお願いします。了解。ポット、付近のブラックボックス信号を検索。ブラックボックス信号を検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり、推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。これは何か用か。微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー？ ああ、ヤツらが作っていた機械か。ちょうど遠征から戻ってきているな。そのあたりに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。トゥビ、赤い髪のアンドロイドは、いや、なんでもない。なんだお前、
そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない、デポル。ポポルは不用心すぎるんだよ。ごめんなさいね。何かご用でも？微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば捜索の手助けになるわ。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや他にも貴重な資源とか、そういうものに反応して音を出してくれるから。ま、うざったい時は外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。あんまり私たちと仲良くしない方がいいけどな、デボル。ブラックボックス信号健在、生命活動の継続を確認。ポット、チェックモジュールとロンリーウイルスワクチンを。うっ、信号はバンカーに送ったから救援はすぐに来ると思う。あ、ありがとう。我々は同行していたヨルハキ隊ラインエースを捜索している。情報があれば提供してもらいたい。どんな情報でもいい、お願い。ラインエース、あなたと一緒にいた男の子、あの子なら確か爆発時に飛ばされてた。方角は落下予測地点のデータを渡す。ありがとう。救援部隊が来るまで安静にしていて。目標地点の情報を入手。マップにマーク。ナインエスの落下予測地点。微弱なブラックボックス信号を検知。地下洞窟内方向からの受信。こんな奥までナインエスが入ってきてるのか。警告、敵の罠の可能性。罠でも構わない。検知、ケイ素と炭素が含まれる結晶状の物質。詳細についてはデータ不足のため不明。
誰がこんなものを。不明。して死体が。ヨルハブ隊員が自力で侵入した可能性は低い。予測。意図的に敵によって配置されている。ようこそ我が町へ。私は、私たち機械生命体は人類に興味があるんだ。愛や家族、戦争や宗教、人類の記録を読み解けば他に例を見ない複雑さに魅了されるばかりだ。この町もそうした人類への渇望が生み出した場所の一つ。君たちアンドロイドの墓場にはもったいない崇高な場所だろう。私たちは人類の特徴を学び模倣する。あるものは愛を、そしてあるものは家族、そして私は気づいた。人類の本質は闘争、戦い、奪い、殺し合う。それが人間だ。その口で人類を語るな。崇拝する人間たちのことを悪く言う。気を悪くした。だが、それが真実だ。私は人類の本質に到達した。ネットワークにつながれた私たち機械生命体は、だが無限に続くデータ、生の実感はない。死に対し理解できない。だから私は命を懸けて戦うことにした。ネットワークから自分を切り離し、さあ殺し合おう。
君のために用意したんだよ。戦うためにはそれにふさわしい理由が必要だろう。貴様殺す。そうだ、その感情憎悪だ。来い、てめえ。すぐそうか、ナインエスは大変だったな。言われた通り、ボディごと君たちの司令部に打ち上げておくよ。ありがとう。え、何か。君の口からそんな言葉を聞くなんて意外だな。まあいいさ。 あと伝言がある。君たちの司令部が連絡を欲しいってさ。分かった。こちら 2B、 司令官につないで。あ、 2B さん、了解しました。ちょっとお待ちくださいね。 2B か、敵機械生命体、コードネームアダムの破壊、ご苦労だった。分析の結果、奴らのネットワークシステムの半数をアダムが管理していたことが判明した。ネットワークを破壊された機械生命体は弱体化するだろう。司令官、ナインエスは？ナインエスはこちらでデータオーバーホールを行う。問題がなければまた君と同行してもらう予定だ。よろしくお願いします。ナインエスが動けない間、君には別の任務を頼みたい。内容をメールしたので確認してくれ。了解。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。生命体たちの投稿かって言っても、出会ったらすぐに殺しそうだけど。提案、同族である機械生命体パスカルからの情報入手。なるほど、パスカルなら何か知ってるかも。もしもし、機
こえる？パスカル。ああ、トゥービーさん、どうしたんですか？最近の機械生命体の動向について何か気づいたことがあれば教えて。最近の機械生命体の動向ですか？そういえば2日前、中央ネットワークから外れた機械生命体たちから和平協定の連絡がありました。和平協定？ええ、ネットワークの支配から逃れた者たちがこの村と同盟を組みたいと。なら、パスカルの村に合流すればいいだけなんじゃ。いえ、すでに大きなコロニーを作っているそうです。コロニー？はい、廃工場に逃げ込んでいるようです。興味があるようでしたら場所を転送します。お願い。私もそろそろ話しに行かないといけないと思っていたので現地で合流しましょう。了解。目標地点の情報を入手。マップにマーク。トゥービーさん、こんにちは。じゃあ行きましょうか。同盟を結びたい機械生命体はこの奥にいるそうです。しかし気をつけてくださいね。我々機械生命体は危険ですから。自分たちが危険？ええ、客観的事実です。ネットワークから切り離された私たちはお互いの情報を共有していません。言葉を交わしても本心とは違うかもしれませんので。言葉か。教祖様は神になった。神になった。教祖様は神になった。神になった。
競争様は神になった。神になった。私たちも神になる。神になる。私たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。みんなで死んで神になる。